リアンズ。私たちは今すごく怒っています。まだ私から説明します。なぜかというと今日はさ、お母さんとあ、もう小声の理由からママとパパが寝てます。今このチャンスだって。で私は今帰り、学校帰りで妹と動画を撮ろうと思っています。これはある意味交換ドッキリっていう動画です。これは隠し撮りです。今日、あ、じゃあ私たちスイッチと携帯を隠されました。私携帯持ってません。スイッチだけ隠されました。今日は喧嘩して隠された。で、今その代わりにママとパパのママとパパの大事なものを隠したいと思います。よし、隠そう。まずですね、ママの汚い部屋があります。これを一度あまり、こんな感じです。すっごく汚いです。ママが大事と言ったのなんだ、大事なもの、ここら辺で。あとお母さんはてかママがこういうのを作ってお店屋さんをやってるので、ぜひみんな買ってください。いっぱいあるんでね。ママ携帯集めてるんだ。まずママの大事なものってなんだ。布はさすがに隠しきれん。ケント今あんま使わんやろ。ミシン隠せない。でかい布、例えば全部隠しきれる、うん、あ、ね、ちょっと高いものちょっと探す。一回あっちの部屋まであるの。ケントもいいですか。パパでしょ。何も作ってない、かわいそうな。もう聞けない。
食べます。よし、 OK、 できた、できた。さっき撮ったんだけど、なんかミスって撮れなかった。私たち大好きなカレー熱っ、ちょ、もういいって。あんま大好き、これ。私はゲームをしながら、え、分かんない子だったらアンに言って、ゲームやろう。交代交代ね。うん、ちょっとタンは買うか。最近白ドラにハマっています。そんなにハマってない。 TikTok の方がハマって。はい。私はミラクル戦争と白ドラのパン。私はパンパン TikTok です。あ、最近 TikTok 依存症になって。はい、ゲームの卵選んで大事する。じゃあこのシーンいらないからパスするね。かけたいと思います。たぶんここへカメラワークだ。大丈夫。ちょっと待って。 OK、 よし、あとこれ隠さなきゃ。 OK、 食べてください。Wow.